はい。あ、ちょっとパンツが映ってんな。こっちの方が画質いいんだ。動画のタイトル何する？あ、めんどくせえな。やめた。しました。はい、今日はタイトルつけません。めんどくさいんで。めんどくさいんでタイトルつけない。ああ、もうなんか漠然とキーボード買っちゃおうかな。漠然と意味もなくキーボード買おう。ああ、動画撮る用のスマホとさ、スマホ欲しいな。最低3台か4台は欲しいな、スマホ。なんかみんな俺の動画いっぱい見てくんねえかな。なんか中国、インド、アメリカから一気にアクセス集中しねえかな。で再生回数、あ、でもダメなんだ。それじゃダメなんです。で、まずちょっとバズるんです。で、チャンネル登録者2000人、3000人くらいまで行くんです。ちょっとバズってね。で、再生回数あんまない。3000人で、俺が収益もらえますよと同時にみんな見てほしい。YouTube ってクソだからさ。うわ、怖い。セカンドメロディー。ですね。のぶしろでやる。はあ、猫天の生放送みんなめんどくせえな。みんなやめようかな。あ、すごい見える。どうしようもね。雑談ですけど今ね4時なんですよ。まあ朝だろうが夕方だろうがね、それは洗濯、まあ夕方ですけど。お尻痛いな。お尻、病気のお尻が痛いけどそこまで痛くないんだよな。卵卵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 。あ、またイヤホンぐちゃぐちゃになっちゃう。うぜえ。はい、そんな感じ。これで、炭酸。うわ、今日めちゃくちゃケンタッキー食った。ケンタッキーのポテトめっちゃ食って、あ、めっちゃ気持ち悪くなった。なんでもポテトは一生食いません。俺はケンタッキーのポテトはもう一生分のケンタッキーポテトを食ったんで、俺はもう食いません。こうやって効率中なんでね、一生の分の食い物を食っていくんです俺は。うん。あ、スマホ2台欲しいな。はい、俺のねセクシーでパンピーな、足です。あ、チンコ見えんじゃん。すごい雑だな。いや、みんなの平行感覚をバグらせるやつです。はい、みんな今ちょっとね頭クラッときてるでしょ。右前すみゆがあれだな、受験期間に入るんだ。受験のため頑張るらしい。頑張るかどうか知らんけどいやで、あ、自分の口が臭すぎてびっくりするんですよ。えって、くせえ、これ首も臭いじゃん。ん、なんでだろうな。たまにすげえ匂いが出るんですよ。クリティカルみたいな、クリティカル口臭、クリティカルスメルが出るんですよ。うえってびっくりしたんです。本当にさっきも出て、いや、クリティカルスメルじゃんって思っちゃって、泣きそうにはなりませんけど、今出てびっくりしちゃってさ、目かゆ、あー、かゆいので、この手で目こするとめっちゃ目腫れるんだよな。
でこっちもこするとめっちゃ目が かいよ。もう病気の人だな。お尻痛えな。いって腰今バキポーンっていって人生の終わりを迎えるところでした。猫天の生放送めんどくせえな。俺が喋ってた方が絶対面白いんだよな。自分にはもう絶対的な自信を持ってるんで、いや自分が喋った方が面白いんだけどね。クソ目かいな、目かいなって。雑談してないんだけどな。猫天の方が雑談うまいよ。俺むちゃくちゃ下手だもん。めっちゃ喉痛い今。なんか喉が枯れると喉に槍が刺さる現象がねあるんですよ。それで今イエーってなりました。暇だな。何しよう。寝たいんだけどね、やることがあるらしいんですよ俺には。すごいな、やることがあるらしいんですよね俺にはって。かっこよくないそれ。かっこよくないな。でもすごいね、人生にはやることがある、みんな等しく。それをなんかさらっと、なんか俺にはちょっと今日何もやる気出ないんですけど、やることがあるらしいっすみたいな感じで言ってるね。重いものっていうか壮大なものを軽く言うボケな、あれいいよな。気に入ってる。みんな使うんで。気に入ってるとかじゃないんだそれは。面白い言葉どんどんぐっちゃんぐっちゃんにしていこう。面白い言葉どんどんくっつけて、面白い言葉は俺のねこの口、チュー。まあこの先人生で接吻に用いられることのないこの唇と口で喋っていこうと思います。面白いこと言っていこうね。面白いこと言いそうな人ではあるんで俺ずっと、この人面白いこと言ってくれるんじゃないのって思ってね。でもそしたらいつまにか動画終わってるって。何もね、始まりもせんし終わりもせんし、地獄です。拷問です。俺はもう拷問の一種だと思ってますこの動画は。でも僕はすごい楽しいです。いやそうだ、今日髪切ったんだ。そうだ、報告忘れてた。髪切ったけど、いつもお母さんのなんかよくわかんない髪型ですね。当たり障りのない髪型って俺は呼んでますけど、当たり障りありすぎるだろこんな髪型。クソダセーな。びっくりするぐらいダセーじゃん。で今度はねここのね超細いモヒカンにしようかなと思ったんですね。お尻痛いよ。薬飲んじゃおうかな。お尻痛いから。痛いなら飲んでもいいよね。またでっけえのができそうだな、お尻にできも。へえ出る。すかしっていうかね風邪でした。くせえな。臭いよ。臭。ローライフローライフっていいよね。どうしようかな、何飲もうかな。ジュースめちゃくちゃあるんですよ。お母さんママがねいっぱい買ってきてくれたんですけど、まああれを飲むと俺は死ぬんですよね普通に。糖分多量摂取で。そう。ローライフ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 。どうする俺、やっぱずっと寝てようかな。動画撮りてんだけどスマホだと動画撮りにくいんだよ。チェックしときな。誰だっけチェックしときなって。誰だチェックしときな、チェックしときな。モチか。モチってちょ普通に先輩呼び捨てした。もうな、ナルセの悪口を言う動画でも作ろうかな。俺ナルセ大好きだからな、でも悪口言っちゃうんだよちょっと、ね、大好きだからなって。全然もう大好きじゃないのに無理やり大好きって言っちゃってるな。悲しいな。もうナルセ君にはね興味がないな。俺の中の基準では追い越したって一番痛い発言をしようとしたけど、すごいよなナルセ。超頑張ってんじゃん TikTok で。すご、普通にすごいよね。プライドとかさ、やりたいこととかを殴り捨てて人気出るってかっけえよな。全然かっこよくないけどさ、かっこよくはないけど、それで捨てて人気出てマジでよかったと思う。それで捨ててまで人気出てたから、まあ人気出てから捨てたんだけどね。なるせ
人気出なかったらそのままのやり方でずっとやってたと思うけど、うん、まあでも企業案件も決まってるらしいしね、動画で。すごいなぁ、成瀬すげえよ。うん、だが俺はこのスタイルってね、朽ち果てるまでやり続けます。まあスタイルは変わるっていうか、なんかどんどん生まれ変わってる感じはするんですけど、チャンネル登録者数が全然伸びないですよね。うん、もうどんどん俺は生まれ変わってる感じがする。でも最近はなんかすごい雑談メインになった感じはする。 だってやることないんだもん、雑談しか。やっぱネタ考えるのむずすぎるなって思ってさ。だからもう楽してるっちゃ楽してるんだけど、楽しいんだけどね。うん、だからといって一発ギャグが好きかって言われると好きじゃない。なんでかって言って、だってさ、生放送で一発ギャグしろって言われるの嫌だもん。そんな壁舐めろとか、なんで視聴者の奴隷じゃん。そんなん絶対やりたくないもんな。そんなんで人気になりたくないもん。壁を舐める系 YouTuber ってね、嫌だよ。なんで底辺だからってさ、すごい許せんでな。ああうぜえうぜえな。ああうぜえうぜえうぜえ。キモ、視聴者の悪口言ってたら埃の沼に落ちた。やっぱ視聴者の悪口言うもんじゃないね。うん、ということでね、僕が立ち上がったらね、パンツが見えちゃう。パンツじゃないの、パンツの中のブツがね、見えてしまう可能性が著しく上昇してしまうため。著しくっていいよな。俺どんどん使っていこうと思う。うん、著しく著しく上がっていくぜ。フィジカルにフィジカルにフィジカルフィジカルフィジカルに。あーマジで俺雑談めちゃくちゃ向いてないんだけどさ、雑談めちゃくちゃ好きなんだよね。だって全く内容を話してないもん。内容を話してないけどさ、内容は絶対ないじゃん俺の動画って。それは保証するよ。俺の動画見たって何も得られないし、むしろ時間は失われていくしね。俺の動画を見て時間を浪費していく、それはすごいよ。下手したら罪になる可能性もあるかもしれないね、数年後。俺の動画を見ること自体がギルティーなことになってしまうかもしれない。普通にギルティ少年団とかけてきてるのがちょっと気持ち悪いですね。あーうまっ、水うめえな。あーやることねえや。あざした。全然なんか俺のポーズ決まんないな。これもジャングル音質だしな。じゃあバイ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 ってスマホで久しぶりに撮ったけど、スマホで撮る動画大体ね、あのアップロードしないんで。あーまあサブチャンネルで全部一気に上げようかな。うん、サブチャンネルで。あーごめん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 、リモコン投げちゃった。適当にうんち1うんち2うんち3っていうタイトルつけて投稿します。じゃあバイバイ。Do you see the wind walking day? Rock on by. はい、どうも、はじまきよしろです。猫天の生放送聞きながら動画タイトル考えるかって思ったけど、俺は喋るとき全ての音を遮断する。イヤホンですらなんか音がね、キン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 って頭の中で反響しちゃってさ、骨伝導反響しちゃってさ、きちいんだよな。あー、お尻かゆいよこれでみんな笑ってくれたかな。もうみんなどうせ笑ってるでしょこんなギャグで。いやこいつがそういうやつが一番ダメなんだよな本当に。あ寒、俺の部屋寒寒寒寒寒。うわー、あ舌ちょっと汚い。あ最近超歯磨いてるんでね、歯磨いてたらあんま舌汚くなんねんだよな。あ動画、はい、変な音楽とかないよな。 YouTube スタディオ、くそ、ああ一旦やめようかな、一旦めんどくせえから。バイチャ、久しぶりです。この画角、絵の角度といえばそうです、歯磨きタイムです。
俺マジでね、なんか1ヶ月ぶりかな、歯磨き久しでね、あのもう歯やばいんそれ、なんかもう虫歯が3つあるらしくて、で銀歯取れたんで4つです。なんで今日の歯磨きで俺は痛さで悶絶するかもしれない。まあその世紀の瞬間をね、撮っていこうと思います。いやそんなにすごいことでもないのね。いやそんなにすごいことでもないのにねって、そこそこすごい時にちょっと結構すごくないってみんなに言ってもらいたいがために、そういう予防線みたいの貼る時に使うのに、ただ歯磨きするのにそんなすごいことじゃないけどねって、いやほんすごいことじゃないよってね、あるじゃん。結構日常からしたら中の上もしくは上の下、ん？中の上の上くらいのねレベルの出来事をみんなに、いや結構すごくないって言ってほしいけど、そんなすごくはないんだけどね、ま、あたかもそれが日常かのように振る舞うために使う時の言葉だけど、歯磨きはみんなにとって日常だけど、俺にとってはねみんなにとっての外食みたいなもんですよ。うん、本当にね、うん、マジレアだぞ。うん、いやーっとね、歯磨きしていきましょう。痰がね、いやもうやばいじゃん、その声にその顔はやばいじゃん。まずはね、乾杯。うん、久しぶりですね、歯磨き。なんかね、すげえ柔らけい歯ブラシにしか、歯磨きの歯ブラシね、あ、ほんと1ヶ月ぶりだよ、1ヶ月だよ。いや、下手したら1ヶ月と1週間、あの、隣のヤングジャンプのワンパンマンの更新頻度くらいですよ、俺の歯磨きは。最近は2週間とちょっと2日くらいですけど、前は1ヶ月と1週間くらいね、隔週じゃないですよね。全然2週間に1回更新じゃないから。もう、ディスんね、村田先生を。村田大先生をディスんね。ふざけてるわけじゃないの、結構真面目に歯を磨いちゃうと、もう横にスライド移動しちゃうよね。
これでいいかな。あ、舌汚い。舌汚いよ。でも最近すげえ舌出てるからね。まあいいや、みんなには見せんとこ。そうだった。あんま口の中でウォーターシェイキングをしちゃいけないんだよね。なんかフッ素コーティングが取れるやならなんたらかんたらみたいな。そうだった。忘れてた。では、ごきげんよう。はい、どうも皆さん、こんにちは。小島清志郎です。ということでね、まあ、今回は特に喋ることはないんですけど、まあ、雑談していこうかなと思います。ちょっとこれ、滑稽ですね。うん。まあ、これで、こうじゃないとちっちゃい。これでもね、みんな聞き取ってくれないんじゃないかなと思うけど、口だねえけどね、すごい音してると思うんだけど、そういうとこほんとごめんね。それなんか YouTube っぽい三脚つけてね、やってるんですけど、ちょっと滑稽すぎんな。
なんだこれ、ハーモニカ吹いてるか。こんなちっちゃいハーモニカ吹いてる。鼻をほじってると。じゃあ ASMR やるか。 ASMR もどきやるか。あの俺のここのむちゃくちゃ臭い喉の、ここね、ここにマイクを当てて俺が飲み込もうと聞いてください。世に絶対出せない僕ら。まあ、ということでね、いかがだったでしょうか。まあね、すごい脇かゆくて臭いですね。まあ、ここも臭いです、普通に。なんだよ、うわ肌汚っ。絶対世に出せない動画ですね。まあ、ということでね、今日は何を話していきますかというと、何も話すことないし、すごいなんか外が真っ暗で、まあ、この風景だけが、隣の、まあ、ここの通行人に見られてるかもしれないという事実を感じてしまってね、ちょっとキョロキョロせざるを得ないんですが、まあ、喋っていこうと思います。喋っていこうと思います。これでいいかな。骨伝導で聞こえるんじゃね。まあ、これでいいんじゃないでしょうかということで、これでいいかな。まあ、こっちもやっていこう。こっちもどうさ、こっちもどう。はい、ということでね、うっ、飛んでくんな。まあ、ということでね、臭い息を吐いておりますが、まあ喋ることは特にないですね。はい。うん、ないんですが、目が死んでますね。バイバイ。はい、どうも皆さん、こんにちは。はい、どうも皆さん、こんにちは。小島清志郎です。ということでね、ちょっとね、くそ、足元にティッシュが、うざいな。どうしようかな。はい、どうも、こんにちは。はじめきょうしろうです。ということでね、ちっちゃい声でも喋れるんじゃないかなと思って。ないかな、ここに俺のなんか名前が載ってるものはないかな。危ないな。まあええわ、許しといたろう。いやーね、めんどくせえ。動画普通に撮るのめんどくさいから、いろんな画角でチャレンジしてるわね。ああ最高だ。しゃべることねえんだな。まあ、さっき銀歯の話で撮れたんだけど、まあ歯医者をねドタキャンしたんだ。銀歯直すけどめんどくせえなと思って2回目で詰め物飲み込んじゃったんだよ。今回の銀歯なくしちゃったのね。飲み込んじゃってまあいつかうんちで出るんだけど、まあね飲み込んじゃいました。いつかうんちで出てくれることでしょう。よく出てくれるかな。うんちでね。まあ今薬飲んでるからね、痛み止めの薬飲んでるからあんま歯痛くないけども結構痛いんだよ。結構痛い。はあ、疲れた疲れた。なんか動画撮影用のスマホといじる用のスマホ2個欲しいよね。最低でも2個は欲しいんだよな。スマホって3、4個欲しいよな。だから5台なんだよな。なんとなく5台欲しいよな。
いやー、ほんとね、めんどくせえよな。動画をこうやってペッて撮るの。あ、まあこっちでもいいんだけどさ。なんとなくスマホでもなんかやろうかなっていう。いやー、適当だな。まあ、話すことないかな、最近は。ないな。このね、寝てる動画、多分動画上がんないと思うんですよね。いつか上げようかなって思ってね。動画なんでね、あんまり、ね、でもプライベートなんか喋ってこないし、今何時だ ?8 時15分なんだ。わあ、ポツンつっちゃった。やめいな。今日はね、9月28日です。結構俺もね、引きこもり始めてからもうね、もう2年経ったんですよ。引きこもってるわけじゃないんですよね。学校行かなくなってから勉強とかね。まあなんか喋るんない、寝るわ。ないな、本当に。なんでね、ないんで、ちょっとまた動画出んの長くなるな。あと筋トレ始めなきゃってことで、バイバイ。どうも、安嶋清志郎です。いや、こんなね、近接でね、メガネ取るかね。もうぼーっと、最近この画角ちょっと出ちゃうな。ちょっとなんか外が見えちゃうから危ないな。いやー、これいいね。あー、顔の横あんまみんな見せないね、まあねー。いやー、もうめんどくさくて喋ることないな。歯痛いんだよ最近。あの、なんでかっていうとね、歯を意識し始めたから。と、なんで歯を意識し始めるんだっけな。あの、なんかまた銀歯取れたんだな。まあ前銀歯取れたって話したかしんないけど、マックス電波取れちゃったんだよな。うん。なんか。で、ここら辺の歯が、痛いな。うん。虫歯らしい。虫歯が俺今3つあって。まあ、銀歯取れたとこも虫歯なんだけど、まあ今ね、あれ、これうぜえな。まあいいや。後で三脚をね、出してちょっとやんなきゃな。めんどくせえ。めんどくせえから終わりだ。どうも、はじまきゅうしろです。トレクル周回したくないおじさんということでね、もう寝ながら動画っていいな。新しいチャンネルやっちゃおうかな。いや、もう周回したくないよ。もう周回めんどくせえ。なんかもう最近出た75体システムいいよね。あれむちゃくちゃいいよな。よくだよ、みんな75体システム。あれもうバンバンやってほしいわ。なんか新決戦だとね、最初の方はね20体くらいもらえるんですよね。決戦ゾロとかクラッカーとか黒ひげとかね、もらえたんですよ。コロシアムがね、ちょっとね、しょぼいよね。5体しかもらえないんですよね、アンダーグラウンドで。もういっそのこと50体欲しいよね。で、周回する必要ってまずなくない？周回。で、まずあとスキルレベルアップ率バカ高くして、もう常時 2.5 倍くらいにして、2.5 倍レベルアップ率にして、普通にスキルレベルアップの上限を10レベルくらいにしてほしいですよね。15って。きついんだよな。襲来とかで、あと襲来でスカルを、なんかもう3箇所くらい落ちるようにしてほしい。スカルいっぱい落ちてほしいもん。うん。でもスカルさっき落ちたんですよ。若白髭でね。まあ、ヤングオールドメン。ヤングオールドメンってね、面白いですけどね。俺でね。若い頃の親父ってことでね、やったんすけど、オールドメンってのはどういうこと？前、ホワイトブレッドなんすけどね。ヤングホワイトブレッド。ブレッドかな。なんすけど、まあ、わあ、めんどくさいな。ほんとに。嫌だな。周回したくないな。周回したくないよ。周回したくないマン。ってことね。親帰ってきたかな。ちょっとその投資の FX 超入門書の本をね
羊の絵のとこを見せておしまいだ。これからこのスタイルで喋ろうかな。俺寝てる時が一番楽しいんで、寝ながらもう喋ってこうかな、こういうスタイルで。バイバイ。あうわあ、おしまい。おしまいでいい。ほら、俺の顔の動き見て、こんな感じでやってるんだよ。どうもこんにちは。はじめまして。バレー、こんな何やっていこうかな。やる気が出ないよ。おいおいおい。ドゥンドゥドゥン。ドゥドゥーン。けた氷の中で恐竜がいたら玉乗りも、しか玉乗りなのか知らんけど、ドゥルルルルルルシャーラーヘッチャララン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 まあめんどくさいけど、動画すごい撮りたいけどね、キングダム見たかったり寝たかったりしちゃうんですよ。だからね撮れない、ごめんね。あ、今日はね8月13日、足が見えちゃうね。ね、2月12、あ違う、2時12分です。はい、9月13のね、まあそういうことでね、さっきはね何食ってきたんだっけな、天丼とカツ丼とそば食ってきましてね、久しぶりの外食で、よくよく考えたら俺だけでもすごい値段使ってた気がするな。俺だけで2000円ですよ。それ一食を家にあるもの我慢してたら全然他のもの買ってもらえたんですよ。なんで人は食事に金は出せるくせにさ、物に金出せないんだろうな。ムカつかないか。うん、今度お母さんに交渉してみようかな。ママだけ食べに行って、食べに行って、俺が使うはずだったお金を他のもの買ってくれよって。ね。それできないのかな？超高いんだけど。でもお母さんがね、蕎麦食いたかったんですよ。俺も蕎麦食ってうまいなって思ったけど、なんか味が染みてないなってね。まあ染みなくてもいいんですけど、なんか、まあ美味しかった。染みてはねえんだ。味は染みてはねえんだけど、うまくてさ。うまくてさ、うーって上見たら普通に雲がいた。まあ、チャイチーな雲ね。これからチャイチーな雲がいて、いや、雲いるんかいって思っちゃうよね。見上げて、ね、空を見上げる要領で上を見上げるっていうね。なんだそれ。ね、見上げるイコール空を見上げるっていう方程式ができてる人の説明みたいになってますけど、いやすごい、喋るのが加速してるのはやっぱ話したいんですよ。で、めんどくさいし、今ね、窓がね、ここ、開いちゃってるんですよ。いやもうね、とにかくね、住所特定されちゃうんですよ。時間の問題だから、とにかく外は見せない。もう、どうせいつか住所特定されるし、もし俺が人気になったら多分、昔の同級生が寝たんで俺の住所行ってくるから、いや、それくらいスターになるよ、俺は。俺はこんなね、感じですけど、こんなね、デブチンですけど、デブチンだけどスターになっちゃうよ。いいの？っていうことですよ。今なんだろうな、雲対策で雨戸バシーンって開けてるんですよ。なんで雲対策かって、雲が超待機するんですよ。すげえずーっとこの中にいて待機して 家の中入っていくようになってね。でもその最近はね、そのお父さんの評価が上がったんだけど、むちゃくちゃ下がったんですよ。まあそれはね、お父さんが雲退治してくれて嬉しかったんですけども、僕がね、自分のお小遣いで買った、キングダムに文句言ってくるっていうね、確かに僕はニートですよ。ニートですけど、その親の金をむしり取ってるっていう、なんで、お小遣いって外、ルールがあるのに、ルール、お前が作っといてなんで文句言ってくんのって思っちゃってさ、なんでって思っちゃうよね。本当に。だから俺はご飯が好きなんですよ。ご飯は口食ったらさ、
もうレシートなんかもうバシンって破って捨てればさ、俺の勝ちだから。でもね、食事ほどね、お金の効率単価が悪いものはないっていうのに気づいてね、本を買っちゃえばね。だって本あれですよ、本、うん、本はなんだ俺なんかすごいですよね、コンビニとかでなんかすごいですよ、1回の会計でもう2000円、2300円から2700円とかね。まあそれ2回だけの統計だからそうなっちゃって、アホみたいに使っちゃうんですよ、食事のために。食事って高いじゃん。でもさ、物って電子版のキングダムだって一冊あんな面白いのにさ、あれ527円、最近だと554円でしょ。やばくないそれ、やばくないって。すごい声高いね。うん、まあデブだからね。いや、そのなんでそれヒゲしてんのか、ちげえ、ヒゲじゃないよ。デブイコール声が高いっていうのはちょっとよくわからないんですけども、まあね、眠い、眠くて喋りたいんだけど眠いから、もうこの動画がいつか世に放たれた時には、みんな見せてやるよ。ね、9月13日でもうね、どれくらい動画撮ってないんだろうな。あ、もういいや、ちょっとスマホで真っ暗空間にする。一応パソコン見に行くけど俺は寝たいんだ。ちょっとこの動画が終わったらね、おしっこいいしに行こう。おしっこっていいよね。うん、あ、爪もすごい汚いそれ。なんでくらいの爪が汚くて、まあ理由は体かいてるんですよ、かきむしってるんですね、かゆいんで。お風呂入ってないんだよ。お風呂入ってない記録をちょい更新してはないんですよね。あ、でもお風呂入ってないし体も洗ってないんですよ。お風呂入ってるけど水浴びみたいなノリ、そういうなんかノリで風呂入ってるんで、クソですよ本当に。カーテン引っぺがしたよ雑談の6日、ね、6日前だけど全然7日前だから1週間に1回投稿はちょっと広すぎるなって思って、ひどいなって思って、みんな待ち遠しすぎるじゃんそんな。顔を受けられた地球が怒って怒って、うんちを爆発させる。溶けた氷の中に恐竜がいざらんだの乗り越し込みたいね。ドゥルディドゥルディ、チャオラオカチャオロ、ナミノノ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 、鼻で元気だマウスファッキン。家賃10円になればいいのにな。あ、リン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 うんちをしようぜ、うんちをしようぜ、 Born to be my heart、 うんちしようぜ、うんちしようぜ、うんちしよう、あーうんちをしようぜ、うんちちち。え、さりげなく今年の iPhone の付属品からライトニングっていう 3.5 ミリイヤホンジャック変換コネクタがなくなってる。USA, USA, USA, USA.
チルチルリュウリュウ。イヤホンジャック変換アダプターを同梱してないってヤバくない？iPhone SE もなくなったの？うざっ。ドゥルチュ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 ヤバくない？iPhone。 ヤバくない？それヤバくないか、みんな。それないならないでむちゃくちゃ困るけどな。
おしまいじゃ。へえ。Oh, baby. No. Oh, no. Good. I love you. No.